ードテックインテンシティ、スピードテックインテンシティ。なんかスペイン来て困ったこととかって言葉以外で何かありましたか？なんか変な話、差別とかも結構あるんですか？あるけど、ある直面した時ってどんな状況だったり、なんかどんなことを思ったんですか？なんかでも最初はなんか言葉が分かんなかったから、差別されてるの、それが差別なのか何なのかはやっぱり分かんなかった、何してんだろうみたいな。意外とパッと出てこない。みんな猫と犬食べる。はい、言ってくれ。されますし。今はね、あなたたちウサギ食べるの瞬間返すんですよ。はいはい。確かに。私たちウサギ食べませんから。だから悪気があるわけではなかったりするんですよね。そうなんですよね。まあそれ。まあそうですよね。あの時はちょっと全世界の悪者みたいになっちゃいましたもんね。そこ入ったところ、だからサッカーの目標が変わっていったってことですよね。そうですね。だから、まあ、文化を知るとかサッカーを知るとか全然そういう感じになりました。でしかも全然やっぱりチームとか地域によってまた人の感じとか全然違うし、住むのがなんか楽しいかなみたいな感じになりました。どこが一番良かったですか？マラガとかですかね。うん、マラガの形がめっちゃいい感じでした。やっぱり北とか南で違うものですか？やっぱ日本でいう関西の人はすごいみたいな、同じような感じ。南の人はずっと喋ってる、フレンドリーな。この先はみのりさんはどうしてこうっていう、 こう目標とか計画とかあったりするんですか？どうしてこうっていうのはすごい強い思いはないですけど、でもせっかくこうスペイン語を学びましたし、あとはなんかサッカーで使えるスペイン語とかを知ってるので、なんかそれを活かしたいなと思いました。通訳はちょっと向いてない。そうなんですか。めっちゃ難しいなって、すごい。なんですかね、日本語で覚えてない、日本語を探してないのです、ね、サッカー中とかでも。そうなんですか、状況とか、この時に使う言葉がこれみたいな感じで覚えちゃってるの。日本語にするってできなくて。あ翻訳できないってことですか？だからなんかでも、使っていきたいなと。選手としてはどこぐらいまでやりたいとかってあるんですか？選手としてはそうですね、まあ多分別に上のリーグに行くとかはないんですけど、強くあるとかはないですけど、でも年々ちょっとリーグ終わり頃かなり疲労感が増してるので、まあもういつやめてもいいかなって感じですけど。
今ああやりきった感はあるっていう、はい、それすごいいいことですね。なんかこうみんな納得せずに辞めていく人が多いじゃないですか、きっと。そこはなんかなんでその納得感が今すでにあるんですか。なんか日本にいた時はあんまりこう認められてる感みたいなのなかった、さっきは、うん、なんかいつもあんまり上手くないみたいな、下手みたいなイメージがついてたので、うん、自分でもそういう風に自分はあんまり上手くないしみたいな、結構ネガティブな感じになってたんですけど、スペインでプレーしてたらめちゃくちゃみんな褒めてくれるというか、すごい認めてくれるというか、私のプレーなんかそれにすごい信頼感とか監督とかもすごい表現、うん、あの言ってくれるので、なんかそういうので結構満足感とか、私ちゃんとやってたんだみたいなのがあって、なんかちゃんとなんか残せたんだなみたいなのがあります、うん、なるほど。今 WE リーグも去年始まったんですかね。こう外から見ててなんか感じることとかってありますか。私も結構試合見れるときは見てるんですけど、なんか前、まあ、世界中でも悩んでますけど、なんかコートを小さくした方がいいんじゃないかみたいな、ああああ、いやでも普通でいけるみたいな、私は結構ちょっと小さくした方がいいんじゃないかと、ちょっと賛成で、はい、なんでかっていうと、その私たちの今のリーグってチーム場所によって大きさ違うんです、はい、で、なんか大きさが違うんで、そこによってまた戦い方が変わりますし、戦術変わるんですか。戦術変わりますし、でやっぱり結構デュエルみたいなのが増えるんで、結構そこも好きっていうか、はい、好きだった。やっぱ迫力がめっちゃ増しなっていうのを感じたので、なんか今の WE リーグ見てるとやっぱり広く見えるなっていうのがあるのか、それのせいでこう何ていうんですか、ぶつかるシーンというか、そのデュエルみたいなシーンがないなっていう、結構ゆったりしてるなっていうのが、やっぱりちょっと狭くしてもっと激しい感じになったら面白いんじゃないかなっていうのは、私の意見としては思います。いつか戻ってプレーしようとかっていうのはそんなにいいですか。そんなにないです。なんか自分がの何ですか、位置っていうのをなんかもう、ま、目の当たりにしちゃったんで、多分戻ってもそんなにプレーすることないだろうなっていうのが来ちゃって、やっぱりレベルは高いんですね。レベルは高い。今 WE リーグでプレーしている子たちも競技力的にはスペインだったり海外でもできるような子たちがたくさんいるっていうことですか。でもそう、なんかどっちかっていうとやっぱすごい攻められることが多かったので、ミスしてっていうか、なんか恐怖心じゃないんですけど、なんかミスできないみたいな、多分その長い年月をかけて あるんで、なんかそれもあるかもしれないです。日本でプレーするんだったらやっぱミスできないし、完璧にしなきゃいけないみたいな、完璧にプレーしなきゃいけないみたいなのがやっぱり多少なりと多分出てきちゃうから、それは伸び伸びできないかなっていうのがあって、そういうのを考えてないかなと思います。さっきおっしゃってたその表現が多分しづらいってことですよね、きっと。こう怒られたりすると自分のアイデアとかプレーとかっていうのもちょっとこう硬くなっちゃったりするんですかね。やっぱなんかミスのスポーツって言われてるじゃないですか。なんかそれなのにみたいなのもあります、うん、スペインはもうそれもあるし、やっぱミスよりもやっぱなんか姿勢が大事だみたいな感じなんで、うん、確かに何のために11人いるかっていうのをよく言ってる、うん、なるほど。僕の印象として、あの以前からみのりさんのこう発信とか拝見してて、なんか髪色とか結構明るくなったなっていう感じが最近するんですけど、それって何かきっかけあったんですか。いや、なんか私のスペイン来る前の勝手なイメージで、やっぱ外国人イコールちょっと金髪みたいなイメージがあったんです、はい、で黒で来たんです
の方が目立つかもしれない。そしたらめっちゃ黒だったんですよ。はい。で、まあ、私もともと目立ちたかった人なんで、プレーで目立つっていうよりかは違うところで目立ちたかったんで、日本にいる時からいつもピンクのヘアバンドしたりとか、黄色のスパイクとか、はい、まだ昔の時、はい、紫のスパイクとか入ってたんですけど、はいはい、でなんか印象に、まあ、アジア人ってだけで一応目立つんですけど、髪みんな黒だったら髪色変えようっていうので金髪に金髪にして、でそれからやりたかったいろんな色を入れたりしてます。次は多分紫。紫。もう大体の色して入れたんで。選択肢がなくなって。いや面白いですね。あのタトゥーとかも入ってるじゃないですか。はい、なんかどこ何箇所ぐらい入ってるんですか。3です。手と足で。なんかどんな意味があるんですか、手とかは。これはパートナーと一緒に入れたんですけど、うん、でもやっぱサッカーゴールは絶対に一番最初に入れたくて、うん、私の人生にめちゃくちゃ大事なので、サッカーがあったから世界に旅に行った、世界とかいろんな国に行けたし、サッカーがあったからいろんな人と出会えたしっていうので、サッカーちょっとだけこのカメラに見せてもらっていいですか。サッカーで飛び立ちたよっていうので、あめちゃくちゃいいっすね。私の方はめちゃくちゃスペインで仲良くしてサッカーで出会うと一緒に決めて、絆っていう日本語で、絆っていう漢字をお揃いで入れました。これはちょっと好きな日本のブランドで、何が入ってるんですか。マリークワーク、はいはい、が入ってるんですか。なるほど。なんかあの印象ですけど、やっぱりすごいみのりさん自身が自由な、なんかその日本だと多分いろいろ制限かかっちゃったり、こう心のブレーキかかるところもあると思うんですけど、やっぱりこっちにいるとそういうものはなくなっていったりする。そうですね、やっぱみんな結構めっちゃいろんな思いをみんな持って入れてて、めっちゃ素敵だなって。あ、気をつけて。おお、びっくりした。やばい、スペイン語いっちゃった。気をつけてっていうの聞こえてた。気をつけてって言われてたよ。あ、本当ですか。マジ怖い。自由だな。そう、タトゥーとかだからみんなめっちゃすごい思い出入れてるな。確か思い出として、私もだからもしスペインにずっと住むってなったら自分の名前とかお母さんの名前とか入れたい。僕は入ってないんですけど全然いいものだと思ってるんで、なんか別に見ても特に何も思わないです。だから今は見てどういう意味があるんだろうっていうのが気になります。そうですよね。それぐらいだったら銭湯とかも入れるんじゃないですか、日本。わかんないけど、そう、日本に帰った時にみんなに銭湯入れないで、はいはい、別に銭湯入れなくてもいいけど銭湯入れないじゃん、いろんな人に言われました。僕温泉行けないじゃん。確かに、まあ、ちょっとそういうところあるかもしれないですね。だから基本、まあ、今後の話になるともうスペインで生きていこうじゃないですけど、結構その日本に帰ってっていうよりもこっちで暮らすこととかも考えてるんですか。そうですね、やっぱヨーロッパにいるといろんな国にすぐ行けるっていうのもやっぱどうしても日本に帰るとだらけちゃうじゃないですけど、緊張感っていうのはやっぱなくなっちゃうし、海外に住んでる慣れるけどやっぱ常にちょっと緊張感っていうか、本当に外国人なのかな、なんかで飛行機とか毎回乗ってもやっぱなんか緊張するじゃないですか、はい、ああいうなの緊張感みたいなのがめっちゃ好きというか、なんか生きてる感じがするっていうことですか。だから日本だったら何も考えずにコンビニ入って買って電車乗ってみたいな感じですけど、毎回こう電車で会ってるんだよなみたいな、いつも乗ってるけどなんか大丈夫かな、ちゃんと着くかなみたいな感じとかがちょっと好きみたいな。
なんか大学の同級生とか就職してる人もいると思いますし、いろんな人生が横並びであると思うんですけど、比べてもいいものはないと思うんですが、なんかそういう人たちのいろんな人生見て感じることってありますか？でも私の同期結構3人ぐらい海外行ったりとかしてみんな自由にやってるなって思います、まあ、一般企業というか大きいところに就職する人もいるわけですね。下もいました。下も習いてる人、まあ、でもいろんな人が仲間にいるっていうのはいいですね。そういう、めっちゃいい。あとさっきちょっとパートナーの話もあったと思うんですけど、なんかスペインでパートナーがいらっしゃるんですか？そうです、スペイン人。いつぐらいからお付き合いされてるんですか？ちょっとこれ使わないかもしれないですけど、はい、もうだからサラモサにいると2年目ぐらいの時に出会いました。少しさっき聞いたお話だと、その結構あの同性が好きな選手もチームメイトにいたりとか、そのセクシャリティの部分が結構スペインはオープンだって話も聞いてて、なんかやっぱりこう自分のセクシャリティについてはオープンな選手が多いですか？それが故にちょっとあの修羅場みたいな、はいはい、時はやっぱりセクシャリティが同性とかだと結局そのチーム内はみんな同性なわけで、うんうん、たくさんいるみたいな感じになるじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱりこう目移りしちゃったりとか、あそういうのがあって人波乱起こるとか、人波乱起こる、どれぐらいの割合でそのなんでしょう、同性 LGBTQ の選手がいたりするんですか？うん、多分感覚で言うと7、8割ぐらいかな。7、8割がそういう同性だったりとかを好きな人が多い。オープンにしてる人も多いんですよね。隠してる人の方が少ない。これはなんで隠すのってよく言われる。当たり前に公にしてる人が多いです。なんか日本だとまだ公にしづらい雰囲気もあったり、まあ、そこは自由だと思うんですけど、するもしないも、これはどうなんですかね。なんか今後を考えると公にするのパッと公開するみたいなのはあまりないんです、ね、うんうん、まあ、自然と普通に目線別に頭上げてみたいな、うん、確かに宣言する必要は特にないのかもしれないですね。スペインだったら普通にそれで子供も生まれてしまうし、うんうん、まあ、結婚ができる、うんうん、結婚式、そっかそっか、同性同士で結婚できる、はい、結婚式みんないたりとかして、あ、それは素敵ですね、はい、やっぱシーズンが終わるので、うんうん、結婚式して、みのりさん的にはこうなったらいいんじゃないかみたいなことってありますか？自分を大切にっていうのはすごいめちゃくちゃこっち来て、うん、なんか自分なんか人のこととかすごい心配するけど、やっぱ自分のことになるとそんなになんか考えないというか、自分よりサッカーみたいになっちゃってる人とか多分、うん、多いと思うんですよ。だからちょっと足痛めてても後から大怪我になったり、うん、やっぱ健康がやっぱ第一だし、自分がちゃんとしてないと何もできないっていう、うんうん、あと今度は日本帰ってくるタイミングで、あのプロタゴニスタのイベントとかもやるんですよね。そうです。簡単にプロタゴニスタどんなことやってるか教えてもらってもいいですか？プロタゴニスタは海外でプレーしてる代表が解決してないですけど、それで日本から応援してくれてる人たちを知ってもらいたいし、日本から応援してくれてる人たち
たちが海外に似てる人がいる、そういうことがあって、なんか今後の選択肢が自分になれたらいいなっていう活動をしています。もう3回目とかですね。そうですね、去年、今年は篠原の長岡東北で試合なんかみのりさんがスポーツ通じて教わったことって何かありますか？そうです、それはある意味一生懸命やってたからこそここまで来れるっていうのもありますもんね。いろいろと聞かせていただいてありがとうございます。また東京戻ってこられたらぜひ中央公園で地元が一緒なんでね中間公園じゃあまたありがとうございました。頑張ってください。